ベタベタになっている髪は、海ンでケアしよう。塩はいろいろなレシピに欠かせません。でも美容にも良いって知っていましたか海ンの粗い手触りは特に、髪の毛の汚れ落としにぴったりです。こちらの記事もお読みください。塩を活用した環境に優しい掃除術7種。海ンって一体 海ンは自然に海から摂取されたお塩です。科学的な処理がされていないので、基本的な成分がそのまま残っています。普通の要素処理された塩とよりも健康的なお塩です。この種類のお塩から得られる良い効果はたくさんあります。海ンでオイリーな髪の毛のケアをしましょう。 ホイリーな髪の毛の原因は、頭皮の皮脂腺から排出される余分な油です。髪の毛を正しい方法で洗わなかったり、洗う回数が少なかったりすると、この油が頭皮に蓄積し、排除するのが難しくなります。普通の塩と異なり、海塩は海水温に詰めてできたもので、ミネラルの形成物が蓄積されたものです。 カイエンが髪の毛から油を取り除いてくれるのは、ミネラルが頭皮と毛穴を強くしてくれるからです。結果、油の蓄積が少なくなり、髪の毛が健康的に見えます。また、カイエ炎をつけると、つけた部分の皮膚の血流を良くしてくれる働きがあり、頭皮と肌への酸素の供給を高めてくれます。その結果、 髪の毛が早く成長し、量も多くなり、うんと健康的な頭皮を手に入れることができます。肝炎にどのような効果があるか分かったところで、次は肝炎を使って髪の毛をどのようにケアしたら良いかを読んで、ご自宅で試してみましょう。こちらの記事もお読みください。乾燥した皮膚を取り除く5つの自然療法。 髪の毛を海縁でケアする方法材料、シャンプー、ニプッシュくらい、海縁、大さじ2から3、30から 45g。準備と使い方、はじめに、お好きなシャンプーニプッシュくらいの量を小さな入れ物に用意します。入れ物は綺麗で完全に乾いたものを使用してください。大さじ2から3パイプ分。 髪の毛がどれだけホイル以下によりますのかイエンを加えます。塩が完全にシャンプーに溶けるまでよくかき混ぜます。シャワーを浴びるときに、このシャンプーと塩のミックスで髪の毛を完全に覆います。覆ったら、頭皮を5分ほどマッサージしましょう。その午後から10分ほど置きます。次に、 髪の毛をぬるま湯で洗い流します。最後に冷たい水で流すと髪の毛のキューテイクルが閉じるのでより効果が得られます。最後に髪の回復力を高めるために保湿力のあるコンディショナーをつけましょう。週に2から4回このケアを行いましょう。1ヶ月するとこのヘアケアの素晴らしい効果が実感できるでしょう。 程よい頻度で行うようにしてください。行いすぎると髪の毛が乾燥してしまう原因になります。髪の毛がとても多いリーナ人にはとてもおすすめできる方法ですが、シャンプーする度に行うのはやめましょう。お店で手に入るような髪の毛や商品では満足したことがない方も、開炎の効果には満足しているようです。 余分な油分を取り除いてくれるだけでなく、髪の成長やフけも防いでくれるなんて、素晴らしいですね。